はいどうもこんにちは、ザワと申します。アマイロアイルノーツ実況を続きやっていきましょうということで、いやー、まあ前回はね、なんか他のみんながね、まあ久々に活躍したというか活躍っつうか、まあいろいろとね、こうチャチャをね、入れてきた回でしたよね。まああれなんじゃないのみたいな、まさかトール先生とアイリちゃんあれなんじゃないのみたいなね、いう感じでこう迫ってきてねトールくんも、あ、これまずいな、察せられたなみたいなね、はい、もうバレたかなみたいなね、ような感じでしたよね。で、アイリちゃんもちょっとね、教室の外で聞いててね、なんか、もうバレてて、あ、もうこれはもう察し、みたいな。いや、もう察し会が多かったですよね。まあ、明言しなかったんだけどね、トールくんたちはね。はい。はい、まあね、そういうことなんだろうっていうね、感じでしたよね。はい、ということで、じゃあね、続き見ていきましょうか。まあ、一番ね、バレてはいけない人がこの人なんですけどね。はい、じゃあ行きましょう。やれやれ、やっと終わった。まあ、もう察してんだけどね。ほとんど多分。お疲れ様です。そっちはどうだ、ちょっと量が多かったか。はい、こっちもちょうど終わるところです。と、これで全部です。おお疲れさん。悪かったな、書類の整理なんて手伝ってもらっちゃって。いえ、これも仕事ですから、若さとやる気を当てにしてもらっているわけですし。念のために言っておくが、俺もまだ若い。確かに遠回しにディスってたな今。分かってますよ。ま、都合の悪い時は年寄りになるだな。いや、都合いいやつめ。分かってますよ。今回みたいにな。主に僕に大量の仕事を押し付ける時ですよね。ええ。今日も小倉先生の仕事を手伝っているうちに、すっかり夜も更けて、他の先生方はみんな帰ってしまっている。ベルフェン先生とかにはなかなか頼めないしな。女性だからですか？仕事ならあまり関係ないんじゃないですか？いや、夜に二人きりになるように仕組んだとか勘違いされそうだからな。そっか、旗から見たらな。なるほど。ベルフェン先生がやや思い込みが強い性格なのは僕もだんだん分かってきている。まあ、同じゼミの後輩だからな、君にはいろいろと頼みやすい。いつの間にか派閥に組み込まれていましたか。俺が出世しても君を引き上げてはやらないけどな。なんだよ。いざという時のスケープゴートにもできますしね。こっちはいいことずくめだな。僕の方はデメリットばかりですが、もちろん何もかも冗談だろうが。まあ、今日は助かったよ。だいぶ遅くなってしまったな、悪い。別に構いませんよ。電車がなくなるわけでもないですから。それならたまにはちょっと男同士でゆっくり話でもしてみるか。なんだ話って。まさか。なんだよ、いきなりこんななんか神妙な面持ちでちょっとゆっくり話でもみたいな。それは構いませんが、何かあるんですか？思い当たることはなくはないけど、放課後のウォリックさんたちといい、いろいろ話をされてしまう日だな。今から話すことはただの世間話だ、一般論だ。はあ。教え子と結婚する教師は意外と少なくない。直球すぎる。あ、もうこの人、この人もう分かってんなーっていうね。あ、もうこれ察してるわーっていうね。何を言い出す？っていうか、やっぱりその話か。まあ、教師だって人間だし。特に若い先生は学生とそれほど年が変わらなかったりするしな。君も教え子と結婚した教師を何人か知ってるんじゃないか。いないことはないですが。正直、特に不自然なことでもないと俺は思ってる。なんせ、教師と学生はほとんど毎日顔を合わせているわけだし。まあな。なんかでも、もうなんか察されてんだなっていうのがもう見え見えですよね。学生から見れば教師に頼りたくなることはあるだろう。教師の方は学生を守ってやりたくもなるだろう。距離が近づくことなんておかしくもない。ごもっともですけど、大っぴらに認めるわけにはいかない話でしょ。大っぴらじゃなければいいだろう。まさか教師と学生カップルがみんな卒業を待ってから付き合い始めたと思ってるのか。そうは思いませんが、世の中には本音と建前というものが。ぶっちゃけた話をすれば、
君みたいな若い男性教師が女学院に来ると警戒される。まあ当然でしょうね。一応こののんびりした学院でも君が来るという話が上がってから何度か会議が開かれたんだ。マジか。いや、もうそんなもんなんだな。会議？君が女子学生相手に横島なことをやらかさないか何気なく見張るという、まあ、通称詐欺の森シフトが敷かれていた。詐欺の森シフト。なるほどね。まあだからこうなんかこうなんつうかな、まあ、とりあえずもう見かけたらもうシフトを引いてこうもうなんか監視するみたいないう感じなのかな。初耳ですよ。本人に知られてたら警戒シフトにならないだろう。そりゃそうですけど、そんなあからさまに疑われていたなんて。まあ半分は冗談だ。なんだよ半分か。冗談？半分ってどこまでですか？それは永遠の謎にしておこう。永遠だと。ともかくだ、詐欺の森くんが慎重になるのもわからなくもない。え、教授から少しだけ話を聞いて。まあ君がどういう人間か知っておく必要はあったからね。詮索するようなことをして悪かったな。なるほど。まあ過去のことってことだね、今言ってるのは。いえ、当然のことだと思います。そうか、小倉先生もあのことを知っていたのか。今まで態度にも出さなかったのは調べたことを後ろめたく思っていたからだろうか。もちろん今までもこれからも誰にも言うつもりはない。学院側が知っていた方がいいかもしれません。最初に言っただろ、この島の人たちはのんびりしているのさ。ありがとうございます。礼を言われるようなことは何もしてないよ。君の経歴には問題は何もないしな。だから慎重になりすぎない方がいい。慎重になるということは傍観とあまり変わらなかったりするんだからな。はい、小倉先生にも言われてしまったか。ウォリックさんたちにも小倉先生にも心配ばかりかけてしまっているな。傍観は時に人を傷つける。最も踏み込んでも傷つけるかもしれないが。まあ難しいよな、そこのね、駆け引きというか。まあそうですね。それでも君たちは若いんだ、少々の傷は後で笑い話になるさ。勲章にはなりませんがね。それは高望みというものだろう。俺は少し高望みしたいけどね。詐欺の森君は優秀だし、クビにでもなったら俺がだいぶ困る。それまあ小倉先生にとっての優秀のみなんじゃねえか。まあでもまあ学校にとっても優秀なんだろうけどね。まあ要するにうまくやってくれ、みんなで幸せになればそれが最高だ。全くですね。引き下がらず傷つけず、みんなが幸せになれるようにうまく立ち回る。まあね。まあ教師と学生が恋愛をやるってなったらまあ、それがやっぱ求められるよね。そんなことができるだろうか。今の僕にもそれはきっと難しいだろうけど、とりあえず一人の女の子だけでも幸せにできれば。頑張れ。頑張れ。ただいまって誰もいないのか、珍しいな。みんなよくここでたむろっているのにな。まあね、なんかこうゆねちゃんとかね、あのほのかちゃんとかね。今日はちょっと遅くなっちゃったけど、天桐さんも日の宮さんももう自分の部屋に戻っちゃったのか。まあちょうどいいかな。愛梨ちゃん、ちょっといいかな。返事がない。アイリちゃん、聞こえてる？いくらなんでもまだ寝るには早すぎる時間だ。かといってアイリちゃんが出かけるには遅い時間だし、他の部屋から話し声もしない。なんだろうね。どうしたんだろう。となるとアイリちゃん、いいかな、入るよ。やはり返事はなかったが、ゆっくりと愛梨ちゃんの部屋のドアを開く。勝手に。ああ、やっぱりいたんだ。ごめん、勝手に入っちゃったよ。お兄ちゃん？
あれ呼ぶの聞こえてなかったのかな。どうしたのですか。お兄ちゃんが私の部屋に来るなんて珍しいのです。愛理ちゃんこそどうしたの。制服のままなんてね。確かに あれ本当なのです。着替えを完全に忘れていましたまあでもそんだけまあ思い詰めてたってことなんだろうな。いろいろとな。本当に大丈夫。ゆねちゃんたちと一緒に晩ご飯を食べたのに突っ込まれなかったです。みんな私に飽きてしまったのでしょう何それ構って欲しいだけやんそれ逆に構ってない方が、構われない方が、まあでも突然何も突っ込まれなくなるっていうのもね、ちょっと、まあ、悲しいっていうもんかもしんないけどね。飽きたなんてありえないけど、愛理ちゃんに声をかけにくかったとか。どうせ私はツンツンしていて話しかけにくい女なのですなんでそんな自虐的になるんですか。今回は違うんじゃないかな。今日の放課後のことを考えると、天桐さんたちは愛理ちゃんをそっとしておいてくれたんじゃないだろうかと。それならさっさと着替えた方がいいね。僕は失礼するよ。待ってください。ん？わ、びっくりした。そんな慌てなくても。あ、慌ててなんかいないのです。それよりお兄ちゃん、私に用があったのではないですか。そうだけど、先に着替えた方がいいんじゃない。もう今更なのです。それにお兄ちゃんに何の用があったのか気になって、着替えどころではありません。そうなんですか。着替えをするまあくらい待てそうだけどね。いや、ちょっと話をしようかと思って。いいです。ん？お話をしてくれていいです。着替えのことなんてどうでもいいです。なんでそんな着替えのことをさ話に出してくるんですか。そうだね、僕も愛理ちゃんの制服姿は好きだし。え？お兄ちゃんは制服フェチですか？ある意味一番教師になっちゃいけない人種なのですか？なんでそっちに持ってっちゃうんですか、その話を。すごい飛躍だね。性癖のことは言ってないよ。落としました。危うく通報するところでした。通報するんですか。本当にスマホを手に持っているところが怖いところだね。それでお兄ちゃんが更生できるなら逮捕もやむなしなのです怖いな。冗談なんだよね。私の冗談はあまり面白くないのです。やめて、ちょっとやめて健全に教師生活を送らせて。ちょっといまいち答えになっていないような。実際制服フェチではないので恐れることはないんだけど、まあ確かに話はあるんだけど、その前に愛理ちゃんはなんで着替えも忘れてぼーっとしていたの。ぼーっとはしていません。安ニュイな気分に浸っていたのです。そうは見えなかったかも。素人には分かりにくいのです何ですか素人って。クロートがいるんですかそれ。何の素人なの。どちらかというと教え子のことを見抜く必要がある仕事なんだから、僕はプロなんじゃなかろうか。私のことは気にしないでください。たまにはそんな気分になることもあるのです。そうか、十中八九放課後のオリックさんたちとの会話の影響だろうけど、あれこれ言われたというか、言われてるところを立ち聞きしちゃったからな。でもまあ、それじゃあ天桐さんたちに習って僕も愛理ちゃんのことは今は気にしないでおくよ。そうしてほしいのです。そっとしておいてほしいのですか。そうするよ。それで話なんだけど。はい。僕は愛理ちゃんが好きだ。はい。はいはい。お前って何を言うですか。逮捕するです。まあすげえあっさり来られたんで、ちょっとなんかああ愛理ちゃんもあっさり行くんだなと思ったら、なんですか乗りツッコミですかね。一回乗っといて突っ込むんですか。あは。
通報を通り越してるよ。というか、いつの間にそんな権限を。もう私のテンパりには慣れてください。慣れないといけないんだね、これやっぱね。これあ、もうあれなんだね。もうこれは自分ではどうしようもならないから、とりあえず慣れてくれと。無茶を言うな。まあ、慣れたことには慣れたけど、ツッコミの一つも入れておかないと。別に私はボケてるわけじゃないのに、人生って辛いです。スケールが大きいね。また。はい。もうちょっとこのパターンになると、本題からどんどん逸れてくんでね、ちょっと、戻ってもいいですかね。そういうものだよ。で、話の続きだけど。続きは現実でですか？話をさせてくれ。話を。ウェブでやる必要はないでしょ？ゆっくり心の準備をしてから、ウェブで確認してもいいのですか？まあ、愛理ちゃんらしくはあるが、僕は良くないんだよ。それに好きだっていうのは、もう言ってあるでしょ。何度言われても、ドキドキです。まあな。まあ、言ってる方もドキドキなんだけどね。まあ、それにしてはさらっと言ったよね。それにしてはね、うん。だったら言わなくても。もう二度と言わなくていいの？ダメに決まってます。どっちなんだい？難しいね。言われると恥ずかしいけど、言われないのもダメと。でも、今は言わなきゃいけないと思うんだよ。アイリちゃんが迷ってるから。本当にこれでいいのか、と思ってるでしょ。でも、ウォリックさんたちに言われて自分のやりたいようにやろうとも思ってる。それはきっと、お兄ちゃんも一緒なのではないですか。全くその通りだよ。でも、僕はもう決めたんだ。何をですか？自分にとって、何が一番大事か考えて、それを大事にすることにしたんだ。まあ、ウォリックさんに言われたけどね、前回ね。大事だから、大事にしなくちゃいけないというわけでは。そうだね。常識とか倫理とか、そういうものも考えなくちゃいけないと思う。でも、僕は、必要な時にちゃんと踏み込みたいんだ。踏み込むって、どういうちょっと待って、この雰囲気はちょっと危ないぞ。正直なことを言えば、僕は愛理ちゃんのことをどう思っているのか自分でも分かってなかった。教え子で、いとこの女の子で、僕が守らなきゃいけない子だと思って、そう思おうとしてたんだよ。それが当然なのです。けど、愛理ちゃんに告白されて、ほとんど反射的に答えちゃって。反射的脊髄反射で。結構その後も迷ってたけど、今ははっきり分かったよ。愛理ちゃんを好きな気持ちは本当だって。まあその反射的に出たことの方がなんか結構本心に近いみたいなね、ことはあるかもしれないけどね。さっきの言葉は聞き流せないですが、そう言ってもらえるのは嬉しいです。今さらこんなことを言っているようじゃダメだけどね。でもまだ手遅れじゃないなら、僕は愛理ちゃんを一番大事にしたい。2番も3番も愛理ちゃんだ。お、何この名言。突然来たな。2番も3番もお前だみたいな。お兄ちゃん、ストレートすぎるです。ストレートすぎるな。なんでこういう名言をさらっと言えるんだろうね、主人公ってね。なんか恥ずかしげもなくね。迷っちゃったからね、今度ははっきり言わないと。でもはい、焦らなくていいよ、ゆっくり言って。また愛理ちゃんがテンパってきたけど、茶化さずに聞こう。蒸し返すようですけど、やっぱり現実は無視できないのです。私とお兄ちゃんはいとこ同士で、何より教師と教え子なのです。いくらライゼルクと日本が違うと言っても、いとこ同士は問題ないんじゃないかな。日本の法律でも結婚できるわけだし。結婚もう前提じゃねえか。それ前提に動いてるってことじゃねえか、もうもはや。いやー、いいね。なんかもうさらっとね、さらっとこう言っていくスタイルいいね。つまり、
倫理的にも問題ないってことだよ。ライゼルグではどうなのかな。今度調べておくよ。別にウォリックさんもガイアールさんも変に思ってないようだし、多分問題ないと思うけど。それと学院での問題だけど、まあ大っぴらにしなけりゃ大丈夫じゃないかな。それはまだざっくりした結論なのでざっくり、まあまあ大丈夫なんじゃねえかみたいなまあ楽観的というか、バレないようにしつつ愛梨ちゃんを一番大事にするよ。めちゃくちゃ大雑把なのです。ですよね。それは無理がないでしょうか。何にでも障害はあるよ。うまくいかないことはたくさんある。教師になる前もなってからもそのことを思い知ってきた。確かに僕らには普通はないような障害があるかもしれない。それでももう引き下がりたくないんだよ。もう逃げちゃダメだって。これが僕の本当の気持ちだから。お兄ちゃん、はい、私もお兄ちゃんを好きな気持ちは止められないです。止まるんじゃないぞ。止まれないことに関しては私は自信があります。そうですね、まあ、止まらなすぎて暴走しちゃうけどね。ちょっと、うん、愛梨ちゃんはたまに突っ走っちゃうからね。受け止めるのが僕の役割だよ。素直に認められると微妙ですが、その通りです。あのお兄ちゃん、うん、お兄ちゃんの言葉を疑うわけではないのですけど、お兄ちゃん今まで迷っていたと言いますし。ああ、うん、できれば私が一番大事だっていう証拠を体に刻み込むしかないということですね、愛梨ちゃん。私のことが好きだっていう証拠が欲しいのです。やるしかないだろこれ。証拠か、そう来るとは思わなかったけど、愛梨ちゃんにそんなことを言っちゃったのは僕が迷っていたせいだからな。僕はここで踏み込まないといけない。先に踏み込んでくれたのは愛梨ちゃんだった。だからせめてここできちんと答えてあげないと。愛梨ちゃん、お兄ちゃん、もうな、やるしかねえな。愛梨ちゃんが顔を赤くして潤んだ目で見つめてくる。僕はそっと彼女の細い肩を抱いて、あ、ここに来て白幕か。はい、まあもうちょい行こうか。あ、ちょっと待ってね、ちょっと待って、音は危ないよ、音はね、ちょっとね。愛梨ちゃんの唇は柔らかくて、ほのかに温かくて、ゆっくり、ゆっくりと心臓の音が鳴り響いている。これが自分の鼓動なのか、愛梨ちゃんの鼓動なのかもわからない。僕らの体がこれ以上ないほど近づいているからだろうか。あ、ちょ、音が。あ、ちょっと音は気をつけてね、ちょっとね。うん。ただ、唇を重ねるだけのキスが長く続いて。かわいいな。なんかかわいいな、愛梨ちゃんよ。唇が離れると、愛梨ちゃんは小さく息をついて、いきなり何やらうなり始めた。愛梨ちゃん？夢みたいと言いますか、これ現実なのでしょうか。ところがどっこい、現実です。間違いなく現実だよ。あ、僕も自分でちょっとびっくりしてるけど、まさかこんな大胆な行動に出られるとは。自分がな自分がな。だけどこれくらいしないと愛梨ちゃんまで迷わせてしまいそうだったし、なんだかぼーっとしてしまってますね。僕もやっぱり夢みたいです。もう何がなんだか。まあ愛梨ちゃんがそう思うのも無理はない。愛梨ちゃんを納得させるために、僕の気持ちを伝えるためにやったことだけど、これじゃあダメだったのかな。あのお兄ちゃん、何？
の、私、もっと…その先に行きたいということですか？どうしたの？別に何を言われても驚かないから、行ってみて。はい。私は、あの、もっと、証拠が欲しいのです。もっとな。こんなこと言って、自分がどうかしてると思います。でも、暴走し始めた私は止められないのです。そうですよね。一番自覚してますもんね。あまりの気迫につい納得してしまった。だから、私を止めたければ、もっと証拠をください。もっとです。あの、トール君、いつまで目つぶってるんですか？いつまで目をつぶってるんですか、トルク。もっと証拠が欲しいのなら、僕の気持ちをもっともっと伝えるのなら、お互いの思いを伝え合うのなら、どうすればいいのか。僕も、アイリちゃんもその答えはすでに知っていた。アイリちゃんに優しくキスしながら、ゆっくりと彼女をベッドに横たえる。はい、ということで今日はここまでにしようかなと思います。てか可愛いな。いや可愛すぎかよ。ベッドに横たわった愛理ちゃんやばいね。はい、ということで、今日はねここまでにしようかなと思います。まあなんというか愛理ちゃんとトールくんらしいこの流れというかね、まあ、愛理ちゃんからこう踏み込んでいってね、まあ暴走していって、まあ、仲間無理やりではあったけれどもね、まあまあまあこういう形にはなったんですが、いやーいいですねこういうのもね。本当になんかまあいい雰囲気になってこう行くパターンもね結構あったんですけど、まあ今回もね結構いい雰囲気にはなったんだけど、まあなんかこうね、まあ突然というか、まあ、思い出したかのようにこうね二人は初めてを迎えに行くじゃないけどね、迎えていくじゃないけど、まあそういう感じですよね。なのでなんかすごいな、いいなと思いましたね。はい、皆さんねどう思いましたでしょうか。はい、ということで、じゃあ、今日はここまでにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。じゃあ次回からやります。これがサムネになるかもしれないね。はい、ということでバイバイ。